し、それはね、本日もゼルダやっていきたいと思いますけども、今回から私、地底編やっていきたいと思います。前回でね、果ての村編が完結したので、今回からは地底編やっていきたいと思いますけども、多分そんなね、ストーリーはないと思うので、基本的にはですね、明かりをつけて、まあ、このマップを完成させていくっていう作業をしていきたいと思います。だから特にね、何にも面白い話とか特にないと思うので、大量カットします、多分。8時間ぐらいやってるかもしれないですけども、多分編集したら20分ぐらいぎょっと、収まると思いますので、私が勝手に遊んでいきます。はい。ということで、じゃんじゃんね、今日は、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、根があった。なんだこのね。とりあえず解放だ、根を。組みだねよのね。で、これどこが解放され、どこだよ、ここ。どこ？え？どこ？あ、こっち来てた。これ左に行こうと思ってたけど、なんか私ここにしか来てた。しかもここ突っ飛ばしてるし。とりあえずもう明るくすることが今回目標なので、あ、なんかあそこにもある。じゃああそこちょっと明るくしてくるか。聖カジノね。じゃ、ここも明るくしまーす。お、だいぶ明るくなった。まあ、この前左だろうな。え？なにここ？イーガダンのアジトっぽくないここ。なんだここ？なんだここ？なんだここ？なあ！なんか襲ってきた！なんだ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 あいつな回復するぞお前ちょっとなんだあいつおいよし、キノコ食ってなんだこれ危ねえ危ねえちょっと待って待って弓がない弓が弓これ何こいつはい意味がわからない。何が起きたのね弓一発でいなくなっちゃったあいつ。開いたのここが。何だったのあいつ。何ここ開けられますよ。何が入ってんの何これ。あ、宝箱か。何これ。あ、ゾナ、だ、すげえ、ゾナウェイ大結晶手に入った。これはなんか、言い方の設計図そんなんだ。なんか追加された。戦車あ、戦車がこれ作られるわけね。設計図でね。はぁ、あ、はぁはぁ。そういうことね。そういうのもあんのね。地点にね。なんだこれ。調べる。地上の大の活動も順調との周知だ。ゴーガ様の祝願成就のため、我々の活動の地点上はもっぱり地点となったが、これは、ゾナウギアを含む武士の調達や重宝だが、地上の活動のたわものである。最近にはゲルートのアジト以外に三つの支部を立て勢力を伸ばしているそうだ。そんなのがあるのか、地底はだからあれだから、イーガダンの住処なのかな。そういうことか、確か場所は始まりの大地の古小屋と、迷いの森の西、アルダー大地の洞窟、それから赤根古代研究所を曲がりしているはずだ。ゴーガ様のために、そして地上部隊のために、この地の活動を負けていられない。ゴーガ様に栄光がある。あ、面白いんだな、地底もな。地底も面白そうだわ。はあ、そんなのがあんだね。へー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 と。よし、また根を見つけたぞ。うぐよじの根。よっしゃ、また明るくなった。これ、とりあえず今日ここを繋げたいよね。ここ。騎士の両手剣。そんなのもあんだね。なんか、真っ暗の中、あいつと戦いたくねえな。でも、とりあえず、明かり花で、明るくして、まあ、やってくるか。騎士の目玉、よろしくね。よし。最強なんだよな、マジで。この騎士の目玉が。あ、減るね。やっぱ強い武器だからね。なんか気持ち悪いな、スタルヒノックス。おい。おい。あ、危ね。危ね。危ね。はい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 。やべ。焦りすぎたな。あ、やべ。おい。あ、倒した？
倒した。バイバイ。にーだったら。さようなら。よし、また根を見つけたぞ。高ミルクの、宝楽の根。どこ？やっぱ間が抜けてんだよな。こんな感じか。はははは。へへへへ。なにこのやばそうなやつ。ちょっとーちょっとーすいませんすいません、戦いませんすいません、やばそうだなボリュートゴー、まあ、なんだ。でもこっちキースの目玉とかいろいろなんか持ってるから行きだろう。あ、なんかさ、炎の神殿だったやつのあいつに似てるな。炎の神殿のボスだったやつに。キースの目玉。危ない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 。当たんねえな。おい、やっぱ足、同じだ。炎の神殿で戦ったボスと変わんねえわ。それで目玉撃っちゃう。危ねえ。やっぱ足2つ砕けば、これが、こいつが倒れるんだな。ははは。で、あとはもうこいつはもう、あ、やべえ、ちょ、前武器変えよう。はい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 いけ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 、あ、やべ。壊れそうだって。あ、やべ。しかも体力もまた、体力とりあえず食っとかないと、おにぎり。よし、こんなんでいいだろう。いば、いば、いば、いば。足壊して。オッケー。いば、いば、いば。やばい。いば、まだか。いば、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 いば。はい。はい。もう余裕ですね。あ、壊れちった。じゃあもう39でいっか。かわいそうに。やべ。OK。はい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 。え？なんだよ。なんだよ。怒るな。そんな怒んなくてもいいじゃねえかよ。そんな怒んなくても。はい。ま、はい。行こう。あー、やばい、ミスった。一撃ミスった。出たー。かわさせてもらいます。おい。やば。おい。よーし、倒れたぞ。攻めるぞ。おい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。はい。あと一回だな。はい。やば。足壊して、オッケー。これで、最後これ叩けばもう終わりですね。はい。登んなくていいんだよ、リング。あ、これ削れか。削れねえな。削れねえな。あともうちょい、もうちょい、もうちょい。いけいけいけ。オッケー、オッケー、オッケー。終わり。なんか炎の神殿の時のこいつより強かったような気がする。なんだ？これいい宝かな？てるるるるる、いい宝かな？なにこれ？これビルドできんのこれ。できる！ポルドコーアの眼脚って言うから。え？プラス38って。プラス38ってお前、プラス38ってお前、今までで一番強え、一番強え素材じゃねえかよ。62の武器ができちゃったわ。なんだそれ。ありがとうございます。すいません、なんか。ゾナウェイに、あ、だ、特大結晶。あ、100個目マジ!100 個目楽しいな、ゼルダ。そしてもうなんかもう敵がなんか、だいぶ楽になってきたら強い武器が手に入ってきてるから。これ何？
あ、旅人の両手剣か。まあ、いらねえや。さて、じゃあ、さらにネオ見つけに行こう。今どんな感じ、あ、今こんな感じか。またなんかイーガダンがあるな、俺。いた。あいつだな。あ？なんか人がいるな。とりあえず無視するか。とりあえずここ明るくしてんだよな、この辺を。明るくしていいけど、明るい場所がどこにあるかわかんねえが、とりあえずいいや、もうこれに触れよう。あ、やべ、話聞かなかった。調査員、待ってください。どうせイーガダンだろ、お前。このゴーレム調査中なんです。気になるでしょうか。邪魔しないでください。え？なんで？ゴーレムの起動方法ご存知知りませんか？知ってます。お前ら何か知ってると言うと言い方なんだろ？だから。まずはちょっと痛めつけ、その後ゆっくり話しかけさせても。皆の者の出会い。そんないるの？ああねえ。もういいって。うるせえよ。うるせえ。武器変えよう。もう39で。はい、さ、バイバイ。強すぎるな、39は。え？どこにいんの？どこにいんの？どこにいんの？あ、そこか。はい。あれ？どこ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 ？あ、そこか。うるせえ。うるせえ。消えるなよ！どこに行ったん？あ、そこか。あ、2連に、あ、2連か。微妙。あ、倒したの？よくわかんねえ。倒してんのか倒してんのか。認証者を確認。ようこそいらっしゃいました、アルシ様。ここはかつてゾナニウムが多く掘れ、精錬が盛んだった場所です。私は採掘道具の設計図の管理をしています。おや、まだお持ちで設計図の石板を確認。新しい設計図の石板をお渡しします。あ、またなんか新しく作れる、ブループリントで。発射台。はーん。ブループリントとダメージで必要なパーツも合流しましょう。ところで、アリさん、ブループリントでパーツ当たらないとき何が起こるかご存知でしょうか？教えて！ブループリントでパーツ当たらないと工作品は作れません。しかし、ゾナニウム持っている、あ、そうなの？足らないパーツの形付けの、そうなんでできるんだ。しかし、あくまでブループリントの力に仮止めのパーツ。回転すれば消え、他の用途でも使えません。そんな制約もあります。なんか、便利なもの、ぜひお役立てくださいと。はぁ、あ。発射台。作る。これで打ち上がれるのね。ビヨンってね。ビヨーン！ここ何ここ？うん、大してなんかあるわけでもなかった。上来たけど。で、ここになんか祀られてるのは何が祀られてんだこれ。え？タイヤ。ロケット。そんぐらいか？あ、宝箱ある。あ、大結晶だ。ありがとうございます。あ、300個だからバッテリー増やせんだよな、全然。とりあえず勝手に読むわ。どうでもいいや。どうでもいいことだった。じゃあ、ってか、この辺のさ、あ、やべ。この辺を明るくしたいんですけど、どこに根があるんですかね。あら、これゾナニウムの精錬所か、これ。あ、ゾナニウムいっぱいできた。バッテリー欲しいんだよ。バッテリー変えてくれるやついねえんかな、ここに。あ、根があった。やっぱ上から見るとわかるもんだな。ラスカマのね。なんかまた気持ち悪いやつだよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ビールの。33。え、プラス地底って、地底のボスってめちゃくちゃ強いんじゃん。ライネルとか、ライネルとかが弱く感じてきちゃうな。もうライネルが33でしょ。こいつら倒すとプラス33とかになってくるんだ。強地底のボスたち。よっしゃ、またね、言いついた。ってかさ、訓炉物ね、今、とんでもないものを見てしまったんだけどさ、これ、ハードが一個以下の時に強力な攻撃を繰り出す方が。
これの1 HP が今1以下のおかげで今攻撃力がとんでもないことになってるんだよ、これ。やば、これ。ああ。さて、また広がったぞ、マップが。あ、もうちょっとで繋がるな。今までの、なんか左側のところと。あ、もうちょっとで繋がるじゃん。そう、さっきここで死にました。そんなどうでもいいか。じゃあ、あと繋げてちょっと今度、でもこれ繋げたところでこんだけか、まだマップ。広いな、マジで。で、あともう一箇所ぐらいやって、ちょっと今日切ろうかな。なんかやばそうな場所があんな。まあ、とりあえず、素通りしよう。クロカツの根。これでマップがだいぶ良くなったんじゃねえか。これ繋がったよね。今日来た右側の場所から左側に来たから、これで多分繋がったと思うんだけど、まあ、繋がったね。ギリギリ。まあ、この辺がちょっと繋がってねえけど、ここだけちょっともうちょっと広げてんだよな。あ、ちょっとこの辺ちょっと一回行くか。なんかまた、なんかやばい奴がいるんだけど。もういいよ、もう。君たちはもう。ヒノックスね。地底のヒノックスバージョンでしょ？あら。指でやられちった。なんか一回正気の上で戦ってたら死んじゃったんだけどさ。まあ、とりあえず倒したからいいや。黒ヒノックスの角27。強い。宝家の弓38。もうなんかもう、強い武器ばっか手に入っちゃうな、もう。参ったぜ。来たー。願ったー。ここの根来るのにだいぶ苦労したんだけど。で？これでまただいぶ広がったか？ああ、でもだいぶいい感じで広がってきてんじゃないですかね。あとちょっとここだけ来てえな。よし、願った。これで終わりだな。とりあえず今日は終わり、これで終わろう。めちゃくちゃやってはいるんだけど、編集してどんぐらいになってるかわかんないんだけど。もう私は3時間ぐらいもうここの地底を遊んでましたけども。よし！だいぶこれで地底のマップが解放されてきたな。で、まあ適当に遊ぼう。私は勝手に地底は。多分そんなに面白くないでしょ、動画としては。よし、ということで、あ、バッテリーはだいぶ溜まってるから、バッテリー交換だけして終わろう。監視トリオ行こう。よし、じゃあゴーレムさん、バッテリー交換してください。結晶大量に持ってきました。バトリー製造機です。ご希望でしたら、おもちゃを座る結晶、製造して!300個で追加バッテリーを3個、製造します。これでだいぶ増えてきたね、バッテリーがね。おじゃとだいぶ一挙に追加バッテリーを製造しました。トゥルルルルーン！チャキーン！増えたでもまだ半分いってねんだ、これでまだ。またどうぞお越しください。つうことでね、ちょっと今回これで切らせてもらいます。また地底かなちょっとまだ地底をね、見切れてないので、なんかあんま動画としてはね、そんな面白くないかもしんないんで、まあ、勝手にやっといてもいいかもしんないんだけども、まあ、とりあえずはね、動画としてはちょっと残そうかなと思うので、また引き続き、今のところの予定としてはね、また次回も地底やっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今回以上になります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の地底でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.